ポールポジションおめでとうございます。予選の手応えはいかがでしたか。そうですね、まあ、想定タイムに、まあ、トップを出して、まあ、すごい良かったですね。まあ、メイクとしてたまにそのセッションによってはうまくいってない時もあったんですけど、まあ、やっと予選でまとめることができて、ちょっと、まあ、その中でのトライもしてって、まあ、最後もちょっとなかなかタイム出せなかったんですけど、まあ、ダメ出しはできたので、まあ、下レースに向けてはすごいポジティブな状態になって、すごくレースが楽しみです。はい、じゃあ応援してくれるファンに一言お願いします。開幕戦2021年開幕戦下スタートします。去年2020年に関しては、まあ、全く成績出せず苦しいシーズンとなったんですが、開幕戦、久々のポールポジションを取ることができました。明日は一番前からのスタートになりますので、自分らしい嬉しい試合ができるように頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。